な、邪魔したくないんだな。カール、ボスが呼んでる。いい話かもな。カールです、チーフ。ライン 10A で問題が起きた。コムラクランプだ。作業員2人で登ってケーブルを止めろ。かなり危険な作業だ。シフトの報酬を倍にする。行くぞ、カール。稼ぎが増える。悪くないだろう。あ？わかった。オッケー、行こうか。早くしろ。こっちだ。俺は後ろだ。気にするなよ。このままじゃ終わりまで道具が持ちそうにない。上だ。おい見ろよ、分離主義者の船だ。ルクレハルクなんて久々に見た。ああ、そうだ。解体すればいい稼ぎ。行くぞ。危ない！危ない！なんだ？大丈夫か？俺は大丈夫だ。はしごがダメだ。別の道を探すぞ。大丈夫だ、なんとかする。向こうで会おう。すぐにバージから降りてくれ。お前は許可されていないゴミだ。ゴミにも許可がいるのか。ちょっと失礼。危ないぞ、故障してる。チュパニッソタカクレディト。元気か？あんたもね、怪我するんじゃないよ。そのつもりだ。スクラップラッドみたいだ。気味悪い。通り抜けるだけだぞ。別に顔を見せなくていいからな。で合流だ。分かった、すぐ行くよ。
って来たんだ。あんたはどうやって。はあ、やってくれ。待ってろ。できた。クランプは OK だ。大丈夫か。大丈夫だ。ヒヤヒヤさせるな。できた。待ってろ。任せろ。よし、終わりだ。上がってこい。ジェダイファイターだ。すごいぞ。珍しく稼ぎになりそうだ。そういや、こいつはここに何年、4年か。5だ。乗ってたやつは空から真っ逆さまか。悲劇だな、ジェダイたちは。俺は前から裏切ったか怪しいと思ってる。ああ、かもな。あんたが俺たちには幸運だ。帝国も素材をたんまり手に入れるぞ。だが俺たちはここで戦争でやられた船を解体して、連中はそこから新しい軍艦を作る。馬鹿げてる。危険な仕事ばかり増やされて、共和国時代より給料は悪い。おい、余計なこと言うな。泣きけって。これを見つけた金でこの星を出られるかもしれないぞ。出て行きたいなんて言ったか。やめろカル、お前は若いんだ。俺みたいになりたくないだろう。いつかここを出て自分の人生を生きろ。運命を探せ。何でもいい、早く下に戻ろう。俺の話を聞いてないだろう。何だ。動けない。パイロットだ。なんとかくれ。
危ない、カール。何だったんだ、さっきのあれは何だ、お前なのか、あれはホースだ、違うか、さっき見たことは忘れるだが俺は知ってる、話を読んだ、聞いたんだ、今は懸賞金がかけられてるって、知ってるぞ、ああそうか、気をつけないとな、大丈夫か。ああ問題ない。あんたは。ああカール、お前とは働いてしばらくになる。これまであんな力を見せたことはなかった。危ない目にも遭ってきたのにな。だから危険を冒してくれたと分かってる。ただ。どう恩を返せばいいか。気にするな。本当に。ああ、俺のことは心配しないでくれ。だが、もうここは安全じゃない。だから、すぐにお前は逃げるべきじゃないか。すぐに部屋に戻ったら荷物をまとめる。タッパーズに貸しがある。奴が移った先はナーシャだか。これでしばらくお別れだな。ああ、そっか。そうだな、カル。手を組んだ。マスター。フォースだけを信じろ。列車が止まった。ああ、何かあるみたいだ。
また例の密輸品の摘発だ。これで全員か。はい、セカンドシスター。我々は逃亡者を追っている。それもただの反逆者ではない。裏切り者、ジェダイオーダーの信奉者なのだ、うん、この裏切り者をかくまうようであれば反逆罪が適用される。自ら名乗り出ろ。そうでなければまとめて全員処刑する。これ以上黙って見てることはできない。俺はこの吐き溜めで長く働いてきた。戦争の前からだ。船を生き返らせてきたんだ。銀河一の腕で。そして帝国が現れた。職人たちは解体屋にされた。作業員は言われるままに働いたが、ずっと分かってたんだ。俺たちは怖くて言えなかった。帝国にとって俺たちは消耗品だ。ああ、そうだね。やめろ。見てみろ、ライトセーバーだ。ジェダイを見つけた。止まれ、動くな。どこから入った。慌てるな。密航者がいた。通報することでもない。どこから入ってきた。さっきの通信は聞いたか。知れないか。気をつけろ。絶対に通さない。私は一つだ。休むことで戦いに備えているんだ。
それは死に備えているだけだ。休みなら死んだ後でも取れる。捕らえろ。ああ、OK。今のはごめんだぞ。抵抗は無駄だ。奴のガードを崩してやる。怪我が怖いのか。位置を変える。やられたぞ。お前に勝ち目はないぞ。前に向かって列車を止める。まずい。隠れないと。
清潔機がやられた。早く降りよう。時間がない。止まらないで。タイミングを見て拾い上げるわ。